今日は楽器演奏クイズでございます。私がスライドリコーダーマリさん、ミニピアノである曲を即興で演奏しますので、何という曲か当ててください。はい、準備はよろしいでしょうか。オッケー。あ、ちょっと、はい、オッケー。サビですかね。あの、サビで、はい、お願いします。だから私、はい、ワンフレーズぐらいしか知らないかもしれないよこれ、うんうんうん、こんなに弾けるんだね。はい、これはもう今日だから弾けるっていうのがある。あ、そう。明日、明後日、昨日だったら弾けなかった。あ、そう。うちのナッピューは季節に応じてちゃんと考えて曲をチョイスしますからクリスマスの日にカエルの歌はしません。ナオ君とは違うね。まあ、そうそう、ナオくんとは違う。ナオくんはローテでやってるからね。このミュージックシャワークイズはね、考えないって決めてるナオくん。でも組み替えはすごく上手って。ヒントね、男性シンガーソングライター、この曲は1991年リリース、ビールの CM ソングとしても使われました。今日は何の日でしょうか。そうね、うん、そこに当てて考えると分かりやすいかもしれません。はい、言っていいみたいよ、今日は。ニュースでも言いましたね。言わない子、言わない子。今日は何の日でしょうか。ニュースでも言ったよ。言った言った。じゃあ言わん子。人間は考えて成長するから。考えない。そう。考えないくせにって。人には考えれって言ってね。そうだよ、そうだよ、そうだよ。こんな力強い棚上げがありますか。そうだろ。いきますよ、私の演奏です。これ以降がちょっと僕には分かんない。今歌詞見ながらだったけど。でも上手だった。嘘だ。じゃあ本当にでもタイガにはごめんがある。何？一回モコちゃんの聞いちゃったもんだから。ああ、それ記憶から消した方がいいと思う。消そう、ね、だ今とっても上手だったはずなのに。うん、だからさ。そうか、傷つくよね。もういいものを見たから偽物の演奏は聞けないってことよね。うん、同じ。もうだからもう前の男の方が良かったみたいな。違う、でも味わいがある。今付き合ってる人と一緒にいるのに前の男と同窓会でちょっと会ったら、ああそうだった、この人こんな人だったって、なんかいいとこ思い出して、うん、今の男つまらなくなってるみたいなことでしょ。自分が言ってることのくだらなさって気づける、うん、どう？マリのそう思う。そうだね、うん、本当にごめんね。いいよ、浮気なあなたと一緒に合奏しよう。合奏。オッケーオッケー、合わせるさ、うん、浮気なあなたと。オッケー、いきます。せーの。別にじゃあ上の空でやれば。すごすぎたの。じゃあいいさ、
はずっとじゃあモコさんの影をちらつかされながら今後も演奏していくことになる。あまりにもパーフェクトすぎて、うん、すごかったよ。手品みたいだったね。一応ナッピーも思うでしょ。あれはあれ本当に浮気したカップルの喧嘩かや。本当だよ。でも大丈夫、モコのことは忘れる。忘れんよ、これこっそり連絡取るよ絶対。こっそりよ、インスタの消える DM とかで連絡取るよこんなの。はあしゃくだらん、本当にこんな女に尽くしていたかと思うとバカらしいね。ごめんタイガー。僕がいないところで楽しくよろしくやっていたってね。いいさあ、じゃあなんで僕いる？頭では分かってるの。そんなにすごかったんだったらあっち行けばいいさ。別にいいよじゃあ。だってあまりにもすごすぎてモコが。テクニックが、テクニックがとかいい。あ、いいよじゃあもう別に。仲良くしようね。楽しいですよ。はい、ぜひ皆さん趣旨とちょっとブレたこといっぱいしましたけど、クイズですからね、これは。どうぞ皆さんアーティスト名と曲名を書いてメールを寄せください。宛先 music@rbc.co.jp まで。以上クイズでした。